フリードリヒビル・ヘルムルートビヒ・ホスバッハは、ドイツの軍人。陸軍不評大将。第四軍司令官。1934年から1938年まで、ヒトラーの相当付け高級副官を務めた。ヒトラーとムッソリーニの車に同乗するホスバッハ。ホスバッハは1894年、現在のノルトベスト・ファーレン州の運河に生まれた。 陸軍士官学校卒業後、1913年に、ドイツ帝国陸軍に入営。第一次世界大戦では、参謀将校として、東部戦線で戦った。戦後は、国防省に入り、参謀本部で中央課長を務めていた。1934年、現職のまま相当付け副官となり、ヒトラーの側近く使えるようになる。ホスバッハは、 典型的なプロイセン軍人であり、国防軍将校団からの信頼も厚かった。しかし1938年に起こった、ブロンベルクヒメン事件では、陸軍総司令官のフリッチ上級大将を弁護して、ヒトラーに反抗する。そのため相当付け福官の職を解かれ、参謀本部へ戻った。第82不評連隊長として、第二次世界大戦を迎え、 1940年10月、大仏戦の先行で、騎士鉄十字章を受章した。その後は、第31不評師団長などを歴任し、主に東部戦線で戦う。1942年11月には、陸軍中将。1943年11月には、不評大将に昇進し、1943年9月には、 白洋付き私鉄十字章を受賞した。1943年8月から第56総工軍団長を務める。しかし、赤軍の反抗が始まると、ドイツ軍は徐々に押された。1944年6月のバグラチオン作戦による大敗の後、7月18日には、北方軍集団指揮下の第4組司令官に任命された。 しかし1945年1月になると、第4軍は、東プロイセンで、第3総甲軍と共に赤軍に、包囲されて孤立してしまう。ホスバッハと、第3総甲軍司令官、エアハルトラウス大将は、共同して、北方軍集団司令官、ゲオルクハンスラインハルト上級大将に対し、軍を撤退させ、戦線を収縮するべきと進言した。この時、 ホスバッハは、我々には、相当の幻想と現実との間に身を置く余裕は、残されていないと述べている。ラインハルト上級大将は同意し、ヒトラーに、撤退の許可を求めた。しかし、東プロイセンは、ドイツの本領であり、また多くのドイツ市民が残されていたこともあって、拒否された。ホスバッハは独断で第四軍の退却を開始し、東プロイセンは放棄された。 ラインハルトは、この退却を追認したが、ヒトラーは激怒し、ホスバッハは1月29日付で、ラインハルトともども解任された。解任後、ホスバッハは、ゲッピンゲンで揚々に当たっていたが、友人からゲシュタポによる、逮捕の手が迫っていると警告された。4月7日、ついにゲシュタポが家を訪れ、彼は拳銃を発砲するなどして抵抗していたが、 一時間後にアメリカ軍がゲッティンゲンに侵入、そのまま保護、逮捕された。その後1947年に釈放された。ホスバッハが相当副官時代に残した記録がホスバッハメモランダムである。特に1937年11月5日午後4時15分から行われた会議の記録は、 ニュルンベルク裁判でもヒトラーによる侵略戦争計画の重要な証拠として採用された。概要この会議はブロンベルクが物資配分の調整を目的に開催を要望したものだったがヒトラーは時に反抗的な態度を見せるフリッチを牽制する目的で会議を開催させた。会議の最初にヒトラーは私が死んだ場合は遺言とみなしてほしいと述べ、 生存権確保のための戦争計画を発表した。主要な参加者計画の用紙1945年以降には他国の軍備が整うと見られるので、1943年から1945年の間に開戦する。フランスが内紛により対独戦力を失ったとき。フランスが他国との戦争により対独戦力を失ったとき。 反応左からブロンベルク、フリッチュ、レーダー。1936年9月ブロンベルクとフリッチュは、ドイツ軍の軍備がまだ整っていないと述べ、また、フランスは、イタリアと同時にドイツと戦う能力があるとして、分析に行ことを唱えた。また、ブロンベルクは、チェコの防衛線は、マジノ線並みに強固であり、突破は困難であるとした。レーダーも海軍には、 戦艦が存在しない現状で戦争はできないと、後に述べている。ノイラーとも早い時期での英仏との衝突は考えられないとし、ニュルンベルク裁判では、私の外交政策を根底から覆すものであったと当時の衝撃を述べている。ヒトラーは、軍の反抗姿勢に不快感を示し、後に、ブロンベルク悲免事件による軍の粛清に乗り出すことになる。 ありがとうございます。